皆さんこんにちはダナメリー2024年受験対策税理士母材横断講座即集講座のガイダンス講義を開始します、えー、担当はレックの富田でございますどうぞよろしくお願い致いします はいはい、えー。そうしましたらですね、本日は、あ2024年向けのね、母材横断講義、えー、こちらについてのガイダンスということで、まあ、お時間30分から40分程度ですかね、頂戴いたしまして、えー、講義を担当させていただきます、私、富田の方からですね、えー、この即習クラスの、まあ、コンセプトであったり、えー、講義の進め方であったり、まあ、そういった部分についてのご案内をね、えー、軽くさせていただいて、まあ、今後ご参加いただくかどうか。 講義にご参加いただくかどうかのね一つの判断資料ということでお話し聞いていただければなということでまあポイントをねまとめてお話をするという形にさせていただければと思います。で今日のねこのガイダンスご参加いただいている方々は、まあ、当然のことながら2024年の税理士本試験においていわゆる会計科目と言われます募金論と財務省論ですね。 まあこの2つの同時合格を目指して学習を進めるというのがこの母材横断クラスのコンセプトになりますからあ当然それを見据えてですねここののガイダンスの方ににご参加いいいただだてるというところになるとととううろな思んだよね。でまあ、当然多くの方々は、まあ、税理試験の会計科目についての下調べであったり。 さまざまなね特性なんかをご自分なりにお調べいただいてるところかなというところになるんだけどねまあこの母財横断クラスねまあ簿記論と財務諸論という2つの科目をですね同時に合格していただくということを目安に目的にね私どもがあ,ある意味業界初で作らせていただいた講座になりますまあ今ではね他校さんなんかでも類似のコース設定されてる学校さんもおありになりますがまあある意味これ元祖なんですようちが。 あもう十数年前から母財横断ということでまあ結局ね科目としては簿記論財務諸論で別なんですけどもいわゆる会計科目ね財務会計論と呼ばれる領域の会計知識を問うというのが簿記論財務諸論の特性ですからまあこれねこのあと試験の概要少しお話ししますけども結局簿記論の学習内容と財評の学習内容っていうのは相当程度ダブルところもあるしさらに言えば本当にこの10年ぐらいは顕著になってきたんですけどね。 財務諸表論という科目において計算能力ののウェイトっていうのは非常に高まってきてき、ねまあご承知の方も多いと思うんですけど財務諸論という科目は一応ですね半分50点100点満点のうちの50点は会計理論の論述があってねで残り50点が計算ですよねいう話になるから、まあ、この理論についての学習をどうこなすかっていうのは僕らが受験勉強をやってた時代っていうのは大きな一つの課題ではあったんですね。 ただ、まあ、今でも当然その基本の構成って変わらないんだけども今の試験ってね、まあ、この理論の部分ですね、えー、50点拝点される理論の問題の部分でそのまま計算の知識をも用いいいないと答えられまませんよっっててう問題が入ってきたりします。だら僕らの時代っていうのはいわゆる会計基準と呼ばれるような各種のねルールがあるんですけど会計ルールがあるんですけどそれに関する論述をとにかく暗記すればよかった。 例えば、減価償却の目的を答えなさいとか、減価償却の意義を答えなさいとか、減価償却の効果を答えなさい。まあ、典型的にそういう3つの題材があった時に、意義って言われたらこれ答えてね。ね、効果って言われたらこれ答えてね。みたいな形で、僕らが受験勉強をやってた時の理論っていうのはね、財務省の理論っていうのはとにかく暗記だったんです。で極端な話ですけど、内容なんか理解してなくたってよかったんですよ。変な言い方だけど。僕らの時はよ。 僕らの時は内容理解なんて関係ないからもうこう聞かれた時にはこれ書けとそれを覚えるだけだっただから僕らの時よく言われたのがね揶揄ですけどねあの理論という名の暗記というふうに言われましたよだから内容なんて関係ない原価条件の意義って言われたらこの文章を覚えて書きなさいそういう時代だったんでまあぶっちゃけた話内容理解力なんか問われてないからもう本当に内容分かんなくったって聞かれた時にこう答えたいいでしょ暗記すらどうにかなったのは僕らの時代 僕らの時代ななんんですけどそれやっぱり意味ないじゃん正直言って <laughs> 正直言ってそんな意味ないでしょだからねやっぱり今の死刑の先生方も,もうよくそこら辺はお分かりなんで今の理論ってそういう問題も中には当然入りますよ規定分の虫食いとか出てくるから覚えるところは覚えるところでやんなきゃいけないんだけどそれだけでじゃあね50点入っての50点満点取れるかもうそういう時代じゃないです無理無理暗記で対応できんのって今ね 財務省論論理のの50 25 25点配点点うちいいいいととここですねいいとこ25点で残りの25点はその場その場で臨機応変に考えて答えを同質しなきゃいけない。でそのその場その場で考えて答えを同質しなきゃいけないのが純粋に理論の内容として出る場合もあるんだけどいさっき言った通り今ね理論というセクションの中に計算が入ってるんですよ。 だすなわち減価償却の意義だ効果だっていうのをまず聞いたらばじゃあ具体的にこれこれこういう取引がこういうふうに発生した時にどのように処理をしてどのように金額算定この金額はどうやって求めますかって答え出した上で理由書けみたいなだから暗記じ上どうにもなんないです計算能力身につけないとまずそもそも論として理論というセクションでも計算能力が求められるようになってきてる。で 昔に比べて財務諸論のの計算の領域ね50点残り拝てありますけど50点配点する計算の領域がまあ僕らの受験勉強やってた時代に比べるとやっぱり内容的にちょっと難しくなってるのとあと量がちょっと増えてます。でこのようにね今財務諸評論という科目自体がもう計算能力重視に変わってきてるのはもう事実としてあります。でこれはね多分変わらないですよ。先祖返りみたいに昔のね理論重視。 ねえもうとにかく言われたものを覚えりゃどうにかなりますっていう時代あんな時代戻んないです意味ないもんだってやってきた僕らが言えんから間違いないで、ね、全く意味ないんでそういうくだらないって言ったらあれだけど昔の試験に戻ること多分ないですから今後も財表は計算能力重視でいきますおそらくこれ変わんないと思いますそうするとこの財務諸評論で重視される計算能力を確実に対応するという意味でも大きな効果を発揮するのが募金論の同時学習なんですっていうのもね 論論という科目と財務省論といいうう科科目目財務どっちもいわゆる財務会計論企業会計に関する内容が問われてくるんだけどね簿記論という科目はですねちょっと僕のパーポーしましょうかね試験の特性としてこれご承知の方も多いと思うんですがよいしょあごめんなさいえー、こっちかはいこれ簿記論ってね100%計算しか出ないんですえすなわち日商簿記検定の3級とか2級とか1級の問題あるでしょあれが税理士レベルに引き上がってますえ まあ、あのまんまだと思えばいい。ただ、あの、日商さんってかなりあの、今、分岐偏ってるんで、えー、そのまんまとは言い切れないけど、まあ、問題の形式は純粋に、日商簿記検定とかのパワーアップ版。ね。簿、え、記、ー、の問題。ね。えー、これが税理士レベルで上がってるだけなんですね。で、財務省論って今言った通り、理論の論述が半分50、50%出て、で、計算50%なんだけど、いいっすかあー、これね、簿記論っていうのは、 財務諸評論に比べると圧倒的に計算レベルが高いです。もうこれ比較の対象にならない。あの今年の試験は財の方が難しかったとまあ感想ですからいいろ言うのは構わないんだけどね、いろ言うのは構わないんだけどまあここ十数年の問題を全部見比べてね、私どもの立場で言わせていただければ財評の計算の方が難しかったなんて一回もありません。一回もありません。もう一回言います。一回もありません。ですか。ああ全然僕ののは難しいです。 で全然簿記論のは難しいんでだ僕の中での整理で言うとね簿記論っていうのは純粋にこれ計算能力問うんです財務会計に関する計算能力知識を問うのが簿記論ですじゃあ財評は財評の計算って何問うのって言ったらこれ計算能力問うとしてませんよ基本的に財務諸表論っていうのは計算がなされた後の財務諸表の表示能力ねまあ 税理試験の場合には基本的に会社法の定めに基づく PLBS を作ってくれっていうのは基本なんだけど当然その PLBS はあ一定のルールに基づいて作成開示をしなきゃいけないわけですからその作成開示のルールがちゃんと理解できてるかを問うっていうのが財料の計算問題の趣旨なんですよわかりますだから財料の計算ってのは表示能力を問うための科目であって純粋な計算能力を問うための科目ではないんですえそれは何でっつったら今言った通り圧倒的にボキロンの方が計算レベルが高いから 工藤だけど人の所感だから何とも言えないところはありますよ。ああ今年は財評論が難しかったなって人はいたっていいと思います。いたっていいと思うけどただ一応僕らもプロなんで、えー、受験のプロなんで受験のプロのレベルから言わせていただくと、まあ、正直言って在評論が難しいよねなんつう人は多分いませんね。えー、ここ10年の問題見ていや今年は財の論が難しかったですね冒険論よりよそんなこと言う人いないんじゃない <laughs> 多分あの純粋に2つを比較して。 むしろだって僕そんな話聞いたことないし言ってる人がいれば「大丈夫ですか?」本当大丈夫ですか?」まあ余計なおせですけど同業者と心配になっちゃう、えー、それぐらい全然こっちのがね計算レベル低いです、えー、だから簿記、えー、論財表を同時学習するは最大のメリットってのはもう計算は常に高レベルのものが要求され簿記論前提で勉強されで,で、これで勉強やっといていただければ財務省の計算っていうのはあと表示の仕方を載っけるだけですからえ同じ分野なんで。 だからそれは材票しか出ない分野っていうのもあるしそれはそれでプラスアルファでやりますけどもただ基本的にほぼほぼ全ての論点はより高度な計算能力が求められる簿記論前提で勉強をやっといてプラスアルファ表示の仕方を乗っければ材票の計算十分対応できるんですよ。ね。だから効率的にね勉強を進めてまあそうだなあー通常のクラスであれば簿記論と材票それぞれ勉強しなきゃいけないわけだから2科目分の勉強になるけども今言った通り。 簿記論と財表の計算の範囲とほぼ被ってるんです、ほぼイコールなんです、ほぼイコールであるということは、より高度な計算知識が求められる。簿記論を前提に計算能力を高めておけば、財表ってのは計算ではなくて、表示の能力だけを身につければ、対応できるわけですよ。だから、あそうね、僕の感覚でいうと、母材。横断を勉強していただくと、い標準のクラスであれば、簿記論と財表。一科目ずつの勉強ですから、二科目分勉強しなきゃいけなくなるのが、横断を勉強することによって、一点、五科目とか。 1.6、ね、科目とかそれぐらいの勉強量で対応できるようになる要は効率的に勉強できるんですねで僕らの時代は受験勉強やってた時代この母材王だなんていうクラスなかったですから「簿記は簿記の財布は財布と受けなきゃいけなかったで僕も実際受けましたよ受けましたけどねあのすっごいつまんないねすっごいつまんないっちゅうのが同じことやるのよ授業で当然財票の計算は計算であるでしょで牧野の計算は計算で,やるでしょでそうすると例えばね 月木が募金論でカーンが財表だっていう話になると月曜日の夜に募金論で現金預金やったら火曜日の夜に財表で現金預金やですよ。同じゃんって話なんですよ。ね、いやそれは表示の仕方は乗っかるけども具体的な計算手続きかぶってんだもん。でもっとい,いや月曜日にやった方,の方がレベルが高いんだから,だから僕らの時からそうだ、ね。財表の方が簡単なんで、ね、つまんないでしょこれ。だん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 ,だんだれてくるんですこれ。意味ねえな。僕ももう散々その経験してきた。 さんざんその経験してきたんでまあコアラ不効率だろうっていうのがあってね効率的に計算の部分重複する部分はもう一つに集約をしてしまってその上でねそれぞれの得意性が出るところっていうのを乗せながらあ効率的に勉強して1年で2科目合格を目指そうよというコンセプトもと母材オーダーのクラスというのを私どもが、まあ、ある意味先駆けで始めました。もうなんんだだかなで担当講師って言ったら僕で3代目ですから。ねえ。 でまあ、うちの先輩方がずっとやられてきたものは今僕が引き継がせていただいてるんだけどそれが母材のコンセプトですですからより効率的にね合格を目指していただくことができるっていうのがこの「母材横断の」の一つ大きなメリットになりますから、まあ、これからね「簿記論在表に科目合格」を目指してやっていこうよっていう方々については簿記論と在表それぞれを単発で勉強するよりはやっぱり横断でやった方が学習効率は高いですよというのは言えます。 ねまあ、それは一つね、えー、お資料をきをだくといいのかないうふうには思います。でちなみにもうこれも最後のところはご承知だと思いますがあの一応ね税理試験ってのは100点満点の試験なんですけど合格の目安はだいたい60点って言われますだいたいね一つ60点ってのは目安なんだけどただこれ悪魔の目安です悪魔の目安です悪魔の目安であの事実上は上位10%の相対評価です。 まあこれはもう皆さんご承知でしょ。ただまあここはやっぱり56年もう,しもう少し長いかな78年は簿記論財票って特に財務諸表論に関しては合格率が非常に高い低い時だって一昨年ぐらい難しい難しいってみんな言われましたけど女って 13%14% 出てますからああ財票なんかはね時にはもう20%を超えたりするんでまあ10%ってことはないんですがまあ一応 標準的な話で言うと模擬論代表っていうのは上位10%が受かるように調整がされるとこの完全にやってます完全にやってる税理試験はもう全部の科目そうですからただ比較的会計科目というのは合格がしやすいっていう特性がある、ね、で特にまあ模擬論なんか分かりやすいんだけどねこれ大体ね1回目の採点やった段階で60を超える人ってそんなに多くないんですよ簿記論は簿記論はだから後から加点調整するんですね で、加点調整することによって、おおむね10%の方々が合格するように調整やってるものと思われます。ボギノに関しては。えもうこれ公表してないから分かんないですけど、まあ多分そうなると思いますよ。初回回答段階で60点超える人ってそんなにいないですから。ほとんどいないと思いますよ。全体の上位1%とか2%とかじゃないですか。あー、だから、あとは加点調整やってるくんですね。で、そうすることによって上位10%ぐらいになるように調整してる。で、代表はね、加点調整あんまりやってないような気がする。これ自力で60みんな超えるから。 ね、自力で60を超えますねで特に皆さんこれからね今ご検討いただいている母材オーダーのクラスなんかあのー、去年2022年と2021年すっごい受かったんですよ。まあこれは別に僕の手からでも何でもなくてみんなが頑張ってくれたからなんですけど2122年の試験はまあ非常に好調でしたね。 で非常に好調でダブル合格がいっぱい出たんですけどやっぱね母材横断で駆動だけど簿記論を想定したより高度な計算能力身につけといてもらうとね材料の計算ってすっごい簡単なんですよちゃんとこなせばですよあのみんな大体合格してくれた人は言いますもんで僕は常にねこの財務省の計算は50点配点なんだけど目標40点以上ってのを常に歌ってますもう一発目から言ってます ずっと言ってる。だから最初のうちはみんなでプレッシャーなんです。プレッシャーなんだけど、その意味わかります。直前期なんかに当連やったりなんだりすると、墓祈論でなかなか50点なんて超えません。全体でよ。100点満点のうちなかなか50点超えないけど、財料40点超えなんか普通でますから。できますよ。で、財料でそれぐらい持ってかないと、ね、40点超えまたは40点前後ぐらいまで持ってかないと、そもそも墓祈論が全然点数取れませんのでえ。だって計算能力はこっちで身につけんであと表示ですもん。 だから、財票の計算ってもともとね、財票だけやってますよって人たちでも、計算の目標ってだいい三35点目安とかって言われるのね。で、35点目安とかって言われることは非常に多いと思うんですよ。多いと思うんで、僕のところはあえて40つってんです。なぜならばこっちでやってんから。もっとレベルの高い計算やってるんで。だから、ー母材横断の受験生さんにとっての最大のメリット、強みってのはこれですから。いかんなく計算能力を発揮してもらう。 でいかんなく計算能力を発揮していただいてまずは計算で取るだけ取る。で実際ねその22年とか21年の試験の時には自己採点ベースですけど試験終わって1週間後に検証会やったり他校さんの模範解答を予想配点出したりもしますから付け合わせやった結果大体いいダブル合格してる人の一番多かったのが42から43自己採点ね。代表の計算で42から43ぐらいが非常に多かったで一番良かった方48ですね。 まあ50ってのはなかなかね自信はそこまでないっていうところになるからあれだけどでもねザラにいましたよで通常それぐらい行きますえー、行きますで22年とかに関してはそうだなあ2022年とかに関してはちょっと代表難しかったよねって言われたんであのボーダーラインは32点とか30点とかって言われたりもしました計算ねでも全然行ってます40行くんですよねでまあみんながそういうふうにね いろんな学校さんが公表みたいに出された時にそんなに難しかったあれって一人や二人じゃないですよ何人にも言われましたからそういうことなんですだからあのちゃんとね簿記論想定の高度な計算知識を身につけていられる方々にしてみればちょっと難しめだったねって言われてた時の財表の問題でもなんてことなくできるなんてことなくできるで確かに重かったなって感じる人もいるけどもその人たちだって40割ってないですからねやっぱり5日ぐらいに乗ってる人って だから周りが勝手に落ちるって表現は僕好きだからよく使うんですけどあの代、ー、表の計算の問題がね難しくなら難しくなるほどえ全体的な得点状況下がるんですよ。ね。なら一般的な試験でのボーダーが35目標35つってのが30とか27とかに下がるんです。下がってもボーダーの人たちちゃんと計算能力身につけてるじゃあいつも通り40超えますからまあ楽よ。だってその中でも十数点差がついてんだから。じゃあ理論とそれひっくり返せますか。無理無理。今言った通り今の理論っていうのは ただだだ単純に丸暗記だけじゃ無理だから、ね、こう聞かれたらこう覚えましょういま、ね、だにそう思って勉強やってる人もいるみたいだけどあのそういう部分がないとは言わないけどそれほんと半分ぐらいよ。で、ね、残りの半分は計算を入れて取り込みながらあ回答させたりっていうのは近年多いですから、まあ、そうなってくるとね丸暗記一辺倒の人ってねそもそも理論で取れないんですよどうせ。それで半分ぐらいだからじゃあ残り25点どうすんの話でしょ でなおかつ、大体そういう人って計算できないんです。計算できないから理論に逃げるんです。ね。で、これ大変失礼な言い方になるかもしれないけど、僕は皆さんにそうなっていただきたいくないから最初のうちに言っときます。いいですか理論に逃げないでください。計算で点数取れない。だから理論頑張る。これは話として整理しない。なぜならば、今言った通り、テキスト載ってる話を丸ンキーしたって、半分ぐらいから取れないですよ。見たことない理論が出るし、計算も出るんですから。そうなった時に、え理論で勝負をかける。 これを言うためにはどんなに悪くったって計算論点ですよ。50点満点のうちまあ一般的に目標で言われ35点は絶対死守できるところまでいかなければ理論で勝負っていうのは話として整理しません。少なくとも30点割ってるような方が理論に勝負かけます。おかしいですそんなの。無理です。だって十数点。母材横断で計算メインでやってる人45度がいきますよ。 で計算が30点しかいかない人もうそこで15点開いてるんですよじゃあその15点理論でひっくり返せると思います計算で45点取れる人が理論全然できないってことあると思います理屈がなければ45点取れないですよっていうことですだから理論に勝負をかけるってのは今整理しないんです計算なんです計算能力重視で勉強するでそれをいかに効率的にやるかっていうのは菩薩横断のコンセプトなんで私のクラスこの菩薩横断のクラスはも徹底的な計算能力の向上を目的に授業をやりますで当然理論もやりますけども 理論はね、さほど重視しなくてもいいえ。これはもう僕常々授業中言ってる。なぜならば、理論っていうのは、ベースの部分を普段ちょっとやっといてね。で、直前期。直前期って早え、まあ、標準的にはゴールデンウィーク明けぐらいから始まるんですけど、この直前期になったら理論にウェイトかけるんです。そこから巻くの。なんで、そこまでに計算能力固めとくから。えで、計算っていうのは逆に言うとね、直前期から巻いてももう落ち着かないんです。無理です。 えーゴールデンウィークですからまだ本試験まで3ヶ月あるじゃんとかと思うかもしれないけどたった3ヶ月ですよたった3ヶ月で計算能力の向上って非常に厳しいですただ3ヶ月あれば理論の対策は十分取れます少なくとも暗記で対応できますよって言ってる25点ぐらい出るっつったでしょそこは全然対応できますもんってことはもう理論重視だって言ってる人にはすぐ並んじゃいますよえでそもそも計算の部分で差があるんだからね勝てるに決まってるじゃないですか で逆には計算の能力高めないで理「理論理論」とかって言ってる人はそもそもこっちが点数取れなくて理論だって実際本試験になったら半分ぐらいが取れないんですからでしょじゃあその人にどうやってね周りの計算能力高い人にどうやって勝つ,勝つんですかどこで勝つんですかって話ですよ。勝てないでしょ。で、ね、たった3ヶ月で計算能力の向上これ厳しいです。基本的にねお仕事しないで受験専念とかだったら可能かもしれない。 受験戦での方だったら可能かもしれない。そこから巻いてもね。ただ、あのその代わり1日14時間ぐらいやってもらわないとね。わかります。計算能力を高めるっつった場合、もう普段そこまであんまりやってなくてよで、直前期からガーって巻くんだって。話になるんだったら、1日14時間ぐらいやってもらえればどうにかなるかもしれない。ただ、それができなければ、あの普段の勉強あんまりやってなくて、直前から計算巻くっつったって絶対無理です。無理です。無理断言します。無理です。 だからそれができるんだったら、僕らだって初めから1年のスパンで学習計画組んでないですもん。そう思いませんなんで予備校は9月から始まるクラスを標準に設定してあるのそれは学習効率が一番高いからです。言い方変えるとこれ以上短くするとやっぱり受講生さんに負担が長くなる、負担が重くなってしまうから9月開校を軸にしてあるんですよ。 で、まあ、皆さんこの即習の方々っていうのはやっぱり土台がある程度あったり一級やったり会計士やったりっていう経験をお持ちの方々だから、まあ、そんなに問題ないかなっていうのもあるしでそこまでやったことないよって方であったとしてもある程度ね学習に集中して取り組もうっていう熱意のある方々だから問題ないと思いますけどもねやっぱある程度時間って必要なんです。で普段全然勉強やってなくて直前期から計算能力の向上っていうのは話として整理しません。これは無無理理でですす今言った通り1日14時間ぐらいやらなきゃ無理です だから皆さん側旬の方々なんでまず日々意識しなきゃいけないのは何ですか徹底的な計算能力の向上を意識してくださいそれを意識して勉強していただくということはめちゃめちゃ大事。理論は後からどうにでもなりますただ計算は後からやってもどうにもならない。だから側旬の学習を進める方々はとにかく計算重視まあもともと母材を団ってそのコンセプトで僕やってるんですけどもより側旬の方々っていうのは基礎期の学習の段階では 計算能力の向上に重きを置いてて勉強やっまあそんなところはね是非念頭にいながら作業はしてください。でその内容をねちょっと意識をしといてもらうと。でその上で本試験の出題傾向。まあこれも知ってる方も多いと思うんだけどね模擬論は2時間の試験です。2時間の試験で問題構成3つ出ます。第1問から第3問。で第1問第2問作るのは会計学者大学の先生です。 で3問目は実務家って書きましたけどこれ公認会計士さんです。ね、だ問題のけらみがだいぶ違いますね。あの実務家の先生の方のが当然より実務チックだしで学者の先生の方のがやっぱり理屈っぽかったりはするけどただあの税理試験の学者の先生方っていわゆる若手と呼ばれるね、まあ、若手っち言ったら学者さんですからねものすごい偉い方々であることは当たり前だしねあの20代とかって人はあんまりいませんけど、ね、ただ、まあ、この学者の方々、ね、比較的やっぱり学者さんの中ではお若い。 ね、油の乗り切ったもうこれからバリバリ動いていくよっていう先生方もおなりになりますんであの現場もよくご承知だなっていうような問題をお作りになられます結構募金論はねまあその時その時によって本当だいぶ違いますけどねあのちょっと前まで試験を担当されてた先生なんか本当に現場もよくご存知なんだろうなって僕気がしましたねすげえなこれって僕を感心しちゃったっていうか学者さんって本当すごいなってもう徹底的に研究され方やっぱやるんだなって ね、思いましたものおまあそういう先生方があ問題を作りになりますねでこれまあ一つ特性で言うと募金論は計算難易度くどいだけど極めて高いですまあ量多いしねえめっちゃ量多いしねで,で回答レベルも高いだからそもそもの話だけど募金論っていうのは100点満点のうち、まあ、50点いければもう十分でしょうね一般的にはね一般的には50点 まあ60点なかなかいかないと思うんで50点55点ぐらいがいいとこじゃないですか。で、年によっては、その年その年やっぱりボーダーラインって違うんでね。ボーダーラインって違うんで何とも言えないところもあるんだけども、あのー、これね、年によってはボーダーライン42点とかありますよ。すなわち、100点満点のうちの42点でもう合格。それ上位テンパーを超えてるってこと。全然あります。全然あります。それぐらいやっぱりね、とにかくまず量が多い。 量が多いいしし計算のレベルとしては材より全然高い、まあ、これ一つの特性です。ね、でまあそれは一つ見といてください。ということはああロン簿記論の問題に挑むにあたってはですよ解く問題とかな問題の見極めができるぐらい各論点の正確な理解と対応力の習得必要になりますから,えだからできるできないっていう判断だけじゃないんです。できるけど解くでききるるけけどどかない ここら辺の判断までできるようにしないといけないいい。とけそれを問題を見た段階で瞬時に判断しないとダメできるけど解かないって何だっつうと要はいかかる時間と得られるリターンをちゃんと天秤にかけるんですですか、はい、この問題はやろうと思えば解けるただ回答を出せば多分5分かかる5分かかって1個の回答枠しか埋まらないんであるならばより短い時間2分で2つの回答枠が埋まるものを先に解かなきゃダメそういう判断が瞬時にできるように普段勉強やっておかないと僕の厳しいです単的な話で言うと 何でもかんでも目つくとこからやるような人って絶対受かんないしねよっぽど運がよくないとおまあそもそも受かるラインのそういう人ってあんまりいないけどおだから簿記論とも本当に問題の見極めができる内容パッと見て問題読んでその時にこの順問題は後回しにした方がいいとかこっちから先やった方がいいとか あ問題を見た段階で解くとかないの判定までができるぐらいの知識を身につくことがないと僕の厳しいです、えー、少なくとも上から下まで順番を追ってやるようなことはもうやっちゃいけないしそんなレベルの人は何年やっても多分無理です、えー、よっぽど運が良くない限り、ねえー、そういう試験ですでだからこれは本当に実力を十分高めておかないと厳しいというところはあります、ねまあ、これ一つ特性です で、対してね、材票。材、は、票、い、は、まあ、1問2問、2つ50点ですけど、これ理論です。で、第3問が計算問題。で、駆動だけど、もうこれ意識してね、材票はとにかく今、計算逃げ切り方です。計算ができない人、財票受かりませんえ。無理です。理論で受かるっていうのは、断言しますよ。無理です。えー、計算が全然できない人が、材票受かることはない。で、僕は計算嫌いだから、理論を集中する。 別に理論好きなのは結構です結構だけどそれはくどいようだけどどんなに悪くったって計算の50点満点のうち30点以上ぐらいは維持できなければ言ってはいけない20点台10点台でそんなこと言ったってもそもそも勝負の土台に乗らないからまあそもそも30もかなり厳しいと僕は思いますけどねどんなに情報しても30点ですね、えー、計算問題50点のうちの30点は維持できる人が理論にかけるそれは言ってもいいと思います結構情報してますけどえ ただ30点割ってるような人が理論にかけるっつっても話して整理しません。無理です。えー、ですから、まあ、しっかりとまず計算能力を高める。ね。これは意識してやってもらったのはいいですよ。あの僕の主観ですよ。別にそうじゃないって人がいれば、それはそれでいいと思います。ね。何を作業するか、皆さんの裁量ですから。だから僕の経験上言います。ただ僕の、い,い、過去の5歳オーダーの受講生さんで、い,い、ダブル合格初年度、初学でやっていただいてる方々、みんな45ぐらい計算いってますからね。それは事実ですよ。 ね、その前提で計算30点しか取れないでもう15点開いてるでしょ理論でひっくり返せると思います無理ですよ。そもそも。おおこれが事実なんです。だから計算を重視してくださいと言ってるんです。ね。えー、したがって例えば25点ぐらいの人がよこんなこと言ったって無理でしょだってもう計算で20点差はついてんじゃん。20点ひっくり返せるぐらい理論が完璧にできますか暗記じゃないんですよ今のって。え テキストに載ってる話をまらんきすらそのまま出てくるわけじゃないんですよ。今の理論って僕らの時代と違って。無理ですよ。えー、ですからあ、計算をしっかりやるというのが大事だってことです。ね、もうそれぐらい計算重視だってことは意識してください。とにかく常に目標40以上。絶対理論に逃げちゃダメ。理論をやるなっつってんじゃないです。計算ができないから理論をやるってダメだってことです。えー、最低限度の計算点数を構築した上で理論やるならやる。 もうここ明確にしないとダメだどんなに苦しくったって計算ができないなと思った時は計算やるんですで最低限度30でも35でも持ってって初めて理論重視しないでくださいそこまでやんないと受かりません、えー、だからそれはもう明確に言えますからもう嫌とか言う,うんじゃなくてこれはやるしかないんでね、えー、そこは意識したのが僕いいと思いますはいこれ財代表の特性でこの促修クラスの講義に関して、まあ、皆さん方意識していただきたいことをまとめましたまず近年の試験 ね、難易度も高まってますし主題範囲も後半に及びますただねこれ大事なんです本試験で合格を左右するのは高難度の論点ではありません高難度の論点で合否なんか分かれません、はい、具体的には極めて難易度の高い論点も含まれるがほとんどみんなできないんですほとんどみんなできないんですそうすると競争試験である税理試験において大事なことは何ですか 比較的基本に忠実な論点をしっかり積み重ねることで十分合格権に達するんですよ。だってそもそもですけどやたらめったらレベルの高い論点なんかどうせみんなできないに決まってんじゃないですか。えできないに決まってんじゃないですかで。そんなのは基本の論点だけできればよくってね。基本上回るような問題はもうやんなくていいんですよ。じゃあ基本の部分って何なのさ。端的に言います。日商簿記検定3級2級までで見たことある論点が税理士レベルに引き上がってるもの。有価証券、有形向けの固定資産、現金預金、こんなんあるんでしょ 退職給付だって何だって2級やってるじゃないですか。ああいうのが税理士レベルに引き上がるんです。で、そういうのが全部確実に満点取れれば受かりますよ。受かりますよ。逆に言うと、落ちてる人たちってそれできないんです。それができないんです。相も変わらず有形固定者の売却・除却、間違えるんです。正当率が100%になってないんですよ。試験受ける前にうちの教材であったりとか、直前期の当連とか、いろんなものあるけども、そういう問題解いて間違える。で、その時に見直しする。 もう一回しばらく経って解くまた間違えてるんです。あります。大体落ちる人ってそうです。連結の難しい問題がどうだとかデリバティブがどうだとか、まあ、大体そういうところがね毎年試験間際になんとわーって話が出てくるまず近年だったら収益認識のどこまで難しいものが出るとかってわーってなる。だからそれはそれで別にいいんですよ。興味を持つのは全然いい。悪いことじゃない。悪いことじゃないんだけどじゃあ連結できなくて落っこった人いますいませんよ。 いませんよ断言しますけどえー、とこれ一昨年だったかなえ簿、ー、記論の第二問の問いの4番ってやつで連結出ましたでうちが授業中に扱ってる連結よりも相当レベル高いですまあ基本的にはやっぱり一級レベル一級合格レベルまでやっとこないとあの問題は解けないと思うんだけどうちそこまでやってないですから連結やってないですからでそれ以上のものが出たらどうするか僕はもう授業中からもうやんなくていいと他やんなはいと時間もったいないからと 言ってたんでうちの受講生さんたち素直だからあその第2問の問いの4番で連結の難しいのが出た時にやってないもんやってないもん知らねえこれってじゃあやめようっつって <laughs> で,でその時間他の問題振り分けてんですよでそっちでしっかり点数を取り切ってからねえはいうちの受講生さんその年にダブル合格した人連結会計何にもやってません第2問問問いの4番で出ましたけど手もつけてません 問題1回見て分からんって話になったからもうその時間をちゃんと他の問題に振り向けてますじゃあ彼はどうなったか彼女はどうなったかね他の第1問第2問の問いの1から問いの3番そっちに時間を振り向けたんでそっちでがっつり点数を取ってるんで結局のところ直祭点ベースですけど第2問全体で言ったら20点ぐらい取ったんですよ。で連結に終始した結果これね直前期からうちの学校に来てくださった女性の方がいてその方1級の合格者だったんで連結に注力しちゃったんです別にいいですけど。 逆に言うと第2問の問いの1から問いの3番に振り向ける時間が少なくなっちゃったんで第4問の部分第2問の問いの4番の分連結はちゃんとできたんだけど結局問いの1と問いの2の途中ぐらいで終わっちゃったんですね問いの3番やってないんですよじゃあ全体トータルどうなっ,てどうなったかっていうと連結して人た方が定数高いからだってほらそうですよだって絶対量が4つは問題4つ問題のあるうちの3つが税理士独自の論点だよねえ えー、問いの4番だけは難しい連結なんですよ。で、まあその方1級があったから土台があったんでやれると思ってそっから行ったんだと思うけど結局それやったってね他の3つやってないんだもん。対して。問いの1番と問いの2番の半分ぐらいまだ行ってないんだもん。で、問いの2番の半分と問いの3番丸々やってないんだもん。それは負けるわ。そういうことなのよ。だからね直近の試験でもそうやって連結してたんだけど連結の難易度の高い問題ができなくて落ちた人が絶対いないから。 100%いませんからもしその年の資源でねあ僕は連結で負けたんだと思ってる人がいたらあまりにも現状分析は間違ってます<え>根本的に問題の見極めすらできてない<え>もうだから僕その実はその人も散々言ったんだけどあなたの範囲は連結に手を出したことですよ、ね、いや連結は私ができるからやったんですいや別にいいですよやるのはいいんですけどなんで問いの2番やんないですか問いの3番なんでやらないですかみんな満点ですよこれ見りゃわかるでしょ話 ね、見りゃ分かるでしょいやでも連結はやっぱり重要な論点だと思ったんでいやもう結構ですよそれでもってでも回答枠が少ないでしょ回答枠少なくて問いの3番の圧倒的に回答枠多かったりしてものよ。よ、ね、どう考えたってそっち先やってっからやんないとダメじゃないの話なんだけどね、まあ、それがやっぱ分かってないんですよね。ねまあそれはやっぱ1級だと会計学とかで1個の回答枠で5点とか7点とかつく時があるから、まあ、それにやっぱり引っ張られちゃったのかなっていう気はするんだけど簿記論そんなんないからね。 えー、そうなってくると基本的にやっぱ厳しいんですよだからあの難易度の高いい論点がでできななくて落ちるんんじゃないんです税理試験の簿記論特にまあ簿記論という科目は特にそうだけどね本当に日照簿記の参入級で見たことある論点が税理士レベルに引き上がってるようなものこれがちゃんと全部取り入れれば受かりますよだって言うそんなんばっかなんだもんで逆に言うとね落ちる人ってそこで間違えてるんですよそこができないのにやれ連結だとかやれデリバーだ別に言うのは構わないけどもいい そんなもんばっかり一生懸命手出したって根本的な基本の部分ができないんだから浮かんないでしょ。何年やったって浮かんないですよ。だって土台がないんだもん。簡単なのよ。で、そういう人がね、いっぱいいるの。いっぱいいるの。いっぱいいるんですよ。だから、税理試験で合格するためには何が必要ですかそこが大事なんですよ。そこをちゃんと固めれば、確実に点数を取れるでしょ。で、そういう論点がやっぱりベースなんだから、当然試験出てくるんだから。で、そこでしっかり点数を取っておけば、もう極端なし、周りが勝手に落ちますから。 だってできねえんだもん。小手一さんの売却なんか、あもいわらも必ず間違えるんですもん。売却なんか、三級からやってますよ。そうでしょ。ねえ。確かに問題文の言い回しだったり、取得してから売却までのスパンがちょっと長くなるとかありますけど、そんなの問題じゃないじゃないですか。税理士なんだから。当たり前じゃないですか、そんなの。で、それなの問題じゃないでしょ。で、それで、ちゃんと対応できるように準備してないそれは勉強は足んないんですよ。え、または、やり方間違ってるんです。方向性が間違ってるんです。で、それじゃあね、 一生懸命連結やったってね受かんないわねどこまで行ったってそういうことだから税理試験で受かるため必要なのってそういうねやたらめたら難易度高い論点ができることじゃないんですまあできるっつったってどうぞ覚えてるだけですけど、まあ、無理ですそうじゃない基本の論点がちゃんと対応できるようにするこれが税理試験簿記論ン代表特に簿記論に関しては合格戦術としてめちゃめちゃ大事だから僕は授業をやるにあたってねしっかり得点すべき論点と保険的論点これ明確に言いますえ 明確に言います。逆に言うとおまあ大事なところってもう前半の部分でやりますんであそういうところは僕やんやん言いますよ。そこができる人が受かるんだもん。そういうういいところ相も変わらず間違える人っってのはやっぱりダメですよ、ね。だから今僕が例としてあげたね有形無形の固定資産の扱いとか現金預金の扱いとか銀行勘定中絶とかあるでしょ今皆さん聞いてもらったってそんなもんできんだろうと思うでしょ思うでしょねでも間違えるんですよ。 そういう人い,っぱいいいいいいい人人っっぱぱるるるんんですよで有価価証券評価んなの間違える人いっぱいいる、ね、外貨の領域なんか入ってくるともう分かんないとかね外貨が入ろうが何だろうが有価証券は有価証券じゃないですかで同じ日本の会社が持ってんだからでその前提からすればそういう話がちゃんとできる人っての、ね、はやっぱり確実に勝つんですよ。ね、でできない人にね共通して言えるのはね大体そういう見慣れた論点でね間違えた時に問題書の回答を見てああ間違えてるここだチェックして終わってんだよねだからダメなんですよ。 だからダメなそういう論点こそ何でそういう間違いしたのか自分でちゃんと分析してえ二度とそういう間違いしないようにするためにどういう対策を取るべきかってしっかり把握しないとダメですよ。ね見慣れた論点だからこそそういうことをしっかりやんないとダメ。でね端的に僕じゃあどうすればいいんですかって聞かれるんでよく言うんですけどお渡しする問題集特に、えー、前半部分でやっていくような。 今、どいたけど一生武器の3人形で見たことあるような論点が税理士レベルに引き上がった問題。これに関しては、問題集の正当率は基本的に100%を目指すべきです。え ?100% を目指すべきです。だから90%で低いですよ。10%も間違えてんじゃん。三級からやってんのに。で <laughs>、ね、産からやってて今もう税理士まで来てんのに、まだ9割なの低いですよ。で、その感覚もちょっと切り替える必要がありますね。逆に言うと、テキスト合半に行けば行くほど応用度が高くなります。 老い江戸方官なるってことは、まあ要はし、ええー、複雑な論点になるってことだから。そういうものはもう基本的なものだけやればいい。で、それを上回る突飛なもの出てくる、やらなくたっていいですよ。別に、本試験はやらなくたっていい、痛くもかくもないから。別に、どうせみんなできねえんで。えそんなところに勝負かけようとするから、間違ってるんですよ。そうじゃなくって、基本のところをちゃんと攻めることがどんだけ重要か。ね、も過去問見りゃ、わかりますよ。ね。過去問見りゃ、わかりますから。もう一目瞭然ですよ。 ね、そういう論点でできない人たちが落ちるんです。ね、でそういう論点ができない人ほど連結だデリバーだ収益認識がうんちゃらかんちゃらってもう言うんですよ大体。ね、でそうじゃないでしょって話別に言うのはいいんだよで一生懸命取り組んでるのも分かるんだよ分かるんだけど方向性をちゃんと捉えてねうちの当連でも、ね、問題集でもやれば分かるけどもあなたの問題って収益認識以上の事例ができなかったことが問題ですか ね、連結が解けなかったことは本当に問題なんですかデリバティブができなかったことは今回の試験の範囲なんですか違うでしょってことです。ね現金化不足合ってないやん。ね有価証言合ってないじゃん。有形固定資産は間違っていいんじゃん。どうそれって。ねそういうことよで。皆さんそうなんないようにするためにね。基礎って本当大事だからそこはしっかりやりましょう。ねでまあその点ねぜひ意識してやっていただければと思います。で皆さん。 最後にちょっと母材横断のね即終クラスの講義構成についてなんだけどあの皆さん方この即終クラスっていうのは基礎講座ね標準的なプレミアムコースってのがあるんですけどこれがねまず基礎機の講義60回に直前講義になるんですが即終の方々はこの基礎機の講義60回のうちの50回目までをご聴講いただきますだ内容全く同じですで残りの10回分っていうのは保険的要素なんでこれは即終では扱いません だから皆さん方まずインプット50回受けていただくんで1回目から50回これね標準的なプレミアムのコース、ね、ベーシックなボザオダのコースと同じものを受けていただくんでいい僕授業中に6060 60って言ってますけど皆さん即進の場合には50回です、ね、で残り51回から60回は余力があればやればいいで逆に言うと余力がなければ端折ったっていいなぜならばこの論点できなくても受かるからほぼないしは この授業中に扱わない、速習の方々が扱わない部分は直前講義でもやったりします。だそこで載せればいい。ね。だちょっとそうは言ったって10回しか回数減らないんで大変だとは思うんだけども、まあこれをね、効率よく3時間の授業まず50回分ご長考いただくと,とともに、特に前半だよ。えー、講義の回数で言ったらね、1回目から35、6回目ぐらいまでかな。35、6回ぐらいまで。ここまでの話はめっちゃ大事。 でこれが皆さんにとっての勝負のかけとこで、そこで扱ったところはもう軒並みね、点数取れるようにしとこう。で、これやっていただければ、ちゃんと受かるから。ね、まあ僕今厳しい話ばっかりしてきたんで、皆さんちょっと心へ,へこんでるところがあるかもしんないけど、僕嘘言ったってしょうがないんで、もう適当なこと言いたくないから。いや、即死やりゃ楽に受かりますよ。そんなことはない。ですかああ、当然勉強は勉強でやんなきゃいけないから、楽なわけないんです。大変なんです。だから僕適当なこと言い方がない。騙されたって思われるの一番嫌だから。厳しいよ。 最初に言ってきます大変だよって言っときます。それはそうですよ。3時間の授業50回受けなきゃいけないんだから。で授業を受けるだけじゃダメでしょ。当然問題集使った問題演習やんないと。だから1回授業を受けたらどんなに短くったって同じぐらいの時間の復習は絶対必要ですから。ねえー、その前提で皆さん勉強してもらわなきゃいけないから楽ではないです。楽ではないんですけど皆さんちゃんとこなしていただければ即習の方々だって何の問題もなく受かりますよ。去年もおととしも 今んところ2年連チャンでい,いですか母材の即就を速就クラスダブル合格初年度ダブル合格が複数名連チャン出てますまあ去年おととしの方異常に頑張ってくれたねですごいよ去年の人なんかねこの即就のクラス入ったのいつだと思う ?3 月だよまあ正確で2月の終わりなんだけど2月の終わりに兆候を始めて8月の試験で2科目受かってんだよ 皆さんの先輩ですよ。即終だもん。めっちゃやったけど、その人。お話聞く分じゃ相当やってくれたみたいだけどね。まあまあまあ、そりゃね、やっぱりかなり3月近くになってってのは厳しいですよ。普通に考えれば。で、それでもちゃんと成果出してんだから。やれるんですよ。ね。だから皆さんもその先輩方に続ける、続けることができるように。ぜひね、今、母材横断取ろうとで。税理士になってやろうと。 熱い気持ちをお持ちのはずですから、その気持ちを持ち続けてもらってね。頑張って勉強を続けていただきたいで。また授業始まったらご案内をしますけどね。まあ、毎年毎月1回、これ母材オーダーの標準クラスを僕水道橋で通学クラス持ってます。で、その通学クラスでは月一遍月例試験やるんだけど、その月例試験のある日にね。zoom の質問会、えー、皆さんもそうだけど。まあ通常ね。 えー、ウェブで授業を受けていただいている方々一人で勉強してるからなかなか状況の把握もしづらいでしょだから月一遍ズー Zoom でつないでね、えー、生の教室とお皆さん方受講生さんウェブで普段やってる方々 Zoom でつないで,、えー、ライブでの質問会やってます、まあ、そこにはあちょっと月によって、まあ、忙しい忙しくないもあるからあれなんだけど母在織田のね OBOG が来てくれて勉強の状況私はこの時期こうだったよとかって言ってくれたりする機会もあるし。 または通学生の方々もいらっしゃいますんで、まあ、彼らとね僕の間を取り持ちますけども、まあ、やり取りすることによって状況を把握したり情報共有をしたりしながら勉強を進めていくこともできるようにあバックアップはしていきますんでね是非、えー、今税理士になってやろうと熱い気持ちをお持ちの皆さんね、えー、その気持ちを前向きに保持し続けていただいて。 えー、ぜひぜひね講義の方に参加していただければというふうに思いますはいちょっと長くなりましたけどとりあえずこれで年向けの税理士ボザオダン即死クラススにに関するガイダンスは終わりになりなますまあ皆さん取り留めのない話になってしまったけどね本当に皆さん方に,お持ちにな今お持ちになってる税理士になりたいという気持ちねこれはねしっかりと持ち続けてもらえれば結果出ますよ僕は税理試験というのは私業の中で努力,てし努力して受かる最高峰の試験だと思ってる ね、努力して受かる最高峰は多分税理士です。あのそれ以上のものになってくると努力だけではどうにもなんないところは正直あると思う。司法試験なんか僕周り見てたのもそうですもん。うちもともと司法試験の学校ですから。あれはね1年2年急に頑張ったからってどうにもなんないです。あれやっぱり生まれてからここに至るまでやってきたことは全部影響するのも。だから僕みたいな人間はここから45年頑張ったって無理ですよ。生きてきた道が間違ってるから。 <laughs> ね、<laughs> だからねあのー、あれだと思いますけどでもね税理士ってどんな人でもねちゃんと目標を見据えて正しいやり方すれば絶対結果出せると思いますよ僕は努力して受かる最高だと思ってますだから今皆さん方がね税理士になろうっていう熱い気持ちを持ってるわけだからそれをね持ち続けていただいてこれから頑張って即死じゃないしなんだり授業勉強やってっていただいてぜひね24年の試験でいい結果が出せるように 頑張っていきましょうはいということで本日のガイダンス講義は終了となります皆さんありがとうございました